アンスバッハ編強博ゲオルク経験博ゲオルクフォンブランデンブルクアンスバッハとも呼ばれるはブランデンブルクアンスバッハ編強博ブランデンブルクアンスバッハ編強博兼ブランデンブルクククルムバッハ編強博フリードリヒ2世とポーランド王カジミエシュ4世の娘ゾフィアとの間の次男クルムバッハ編強博カジミールの弟ドイツ騎士団団長プロイセン公アルブレヒトの2位 1506年に、ボヘミア王、ハンガリー王、ウラースロー二世の宮廷に仕え、その王子であるラヨシュ二世の後見人権家庭教師となった。1515 15年から1524年には、宗教改革の受け入れを明確に公言した。彼はすでに自分の領土における、プロテスタントの布教と教科を認めており、1523年に、獲得した。 シュレージエン地方のイエーゲルンドルフ公領を寄付したりしていた。弟でドイツ騎士団総長であったアルブレヒトと図って騎士国家であったプロイセンを世俗のプロイセン公領とし、1525年にクラクフ条約を結んでこれを調停した。1527年に兄が死去し、老いのアルブレヒト・アルキビアデスは幼年のため後見人として1541年まで、 フルムバッハも統治した。1529年のシュパヤー、または1530年のアウクスブルクでの帝国会議でプロテスタント特権を決議し、ブランデンブルク選帝校、ヨアヒム二世を宗教改革派に倶えさせた。1509年、ベアトリーツァ・フランコパンと結婚した。子供はいない。1525年、ヘイト・ビヒフォン・ムンシュターベルクと再婚、二人の子を設けた。 1533年8月25日、ザクセンコーハインリヒ4世の娘エミーリアと3度目の結婚4人の子を設けた。画面向かって左の胸像がゲオルクのゾーベルリンの勝利の波木道のハロマクノス先作によるグループ22はヨアヒム2世の立像の横にゲオルクの胸像が配されていた。この群像のテーマは宗教改革である。この作品を作るにあたり、 作者のマクヌッセンは、ハイルズブロンの修道院教会にあるゲオルクの二つの肖像をモデルにしている。彼は、ハンス・ヘンレベルク作の39歳のゲオルクの肖像画を彫刻にしたのである。これらの文献は、ドイツ語版の文献として挙げられていたものであり、日本語版作成時に直接参照してはおりません。ウタレナート・デア・カイザー・アウントダイ・ S172 ありがとうございます。